浪江駅は、福島県双葉郡浪江町大技権限道座塚越にある、東日本旅客鉄道常磐線の駅である。東駅南は、東京近郊区間に入る。なお、東駅は、常磐線系統では、東京近郊区間の末端にあたり、東京駅から、在来線、スイカの SF が使える営業キロ上へでは最も遠い、駅となっていると同時に、 首都圏のスイカエリアで最も北に位置する駅でもある。二面三線のホームを持つ地上駅である。駅舎とホームは湖泉橋で連絡している。重量編成の特急列車が停車するため、ホームの有効長は長い。2020年7月には E531K の乗車口に合わせる形で、ホームがかさ上げされ、乗降に関してはバリアフリー化された。 スマートステーション4エクスプレスを導入している原の町駅管理の無人駅である。一部時間帯は券売機の稼働が停止しているため乗車駅証明書を発行した上での乗車となる。震災前までは終日社員配置の直営駅で緑の窓口を設置していたが2017年4月1日の再開後は緑の窓口は設置せず。 その代わりに指定席券売機が設置され、2020年3月14日より、話せる指定席券売機、スイカ対応の新型自動券売機、簡易スイカ改札機が設置され無人化された。JR 東日本によると、2000年度から2018年度の1日平均乗車人員の推移は以下の通りであった。並江町は、浜通り夜の森井北の中では、 相馬市や南相馬市に次ぐ規模の町であり、駅周辺に焦点が広がっている。当駅周辺は、福島第一原子力発電所事故以降、2013年4月1日の警戒区域再編により避難指示解除準備区域に移行し自由に立ち入り可能となった後、2017年3月31日に避難指示を解除された。駐車出展報道発表資料新聞記事。 ありがとうございます。